アメリカ合衆国の政治家。1823年から1829年まで、第7代アメリカ合衆国海軍長官を、1832年から1833年まで、第10代ニュージャージー州知事を務め、アメリカ合衆国上院議員を合計7期14年、務めた。父ヘンリー・サウサード、兄・アイザック・サウサードは、共に、 ニュージャージー州からアメリカ合衆国会議員に選出された。1787年、サミュエル・サウサードはニュージャージー州バスキングリッチで生まれた。サウサードは1804年に同州のプリンストン大学を卒業後、州内の学校で教職に就いた。その後バージニア州で指導教員として数年間を過ごし、その傍らで法律の勉強をした。 そして弁護士としての認可を受けると、ニュージャージー州へと戻り、1814年にニュージャージー州議会から法律書記として指名を受けた。1815年、サウサードはニュージャージー州会員議員に選出されたが、同年にニュージャージー州最高裁判所の売席裁判官に指名されたために辞任し、売席裁判官を1820年まで務めた。 1820年の大統領選挙ではニュージャージー州の大統領選挙人も務めた。1821年、サウサードはジェームズ・ウィルソンの辞職により空席となった連邦上院の議席を補充するために上院議員として選出され、1823年3月まで同職を務めた。この間、サウサードはミズーリ協定を成立させた。 委員会の委員も務めた。1823年9月、ジェームズ・モンド大統領は、サウサードを海軍長官として指名し、サウサードはそれを重諾した。サウザードは続くジョン・クイン・シー・アダムズ大統領の下でも海軍長官を務め、最終的にアダムズ大統領が任期満了した1829年3月まで長官を務めた。サウサードは、この間、 1825年に財務長官代行を1828年に陸軍長官代行も務めた。サウサードは海軍長官としてアメリカ海軍の拡張と管理体制の改善を図った。サウサードはアメリカ合衆国で最初の海軍病院を建設するために用地の購入を行い、また最初の海軍ドック建設を開始した。 その他、北アメリカ大陸近海の調査にも乗り出し、特に太平洋方面への調査を促進した。デイビッド・ポーターら有力な海軍将校は、サウサードの呼びかけに応え、文民統制をアメリカ合衆国の伝統として強く裏付けた。サウサードの管理下において、アメリカ海軍の人員と経費はおよそ5割ほど増加し、その行動範囲は過去の軍艦では、 訪れることができなかった海域にまで拡大した。1829年、サウサードは海軍長官を退任し、ニュージャージー州司法長官に就任した。そして1832年から1833年まで、ニュージャージー州知事を務めた後、再び連邦上院議員となった。以後10年間、サウサードはホイッ島における指導者として、合衆国政府に、 大きな影響を与える人物となった。1841年4月から1842年5月までは上院仮議長を務めた。1842年、サウサードは健康的理由により上院議員を辞職し、同年6月26日にバージニア州フレデリックスバーグで死去した。サウサードの遺体はワシントン DC の議会墓地に埋葬された。サウサードの死後、 アメリカ海軍ではサウサードの功績を称えて駆逐艦サウサードにその名が付けられた。ありがとうございます。